ニューライフ・アドベンチャー運動実行委員会は、東京都から認証を受けた特定非営利活動法人であり、日本の中学生、高校生の活動を運営している活動組織である。通常は、英字役賞のらと称されることが多い。当組織及び活動には、ソニーミュージック・エンタテインメント、青木、竹中公務店、霊友会などが協力支援を行っている。 1977年に名古屋市の高校生有志により任意団体として発足。翌1978年より全国高校生の主張を主催しているほか、1987年からは全国高校生音楽祭を主催。2004年からは高校生の主張、高校生音楽祭を統合する形の新イベントとして泣き笑を開催している。 2010年からは特定非営利活動法人の認証を受けて活動している。原則として団体、イベントの運営はすべて現役の中高生によって行われることを特色としており、参加資格も10代の中高生に限られている。活動のサポートとして、ラの OBOG であるアドバイザーが団体に所属しており、47都道府県の活動を支えている。 全国各地の事務局の一部は支援企業団体の一つである霊友会の支局事務所に置かれている。発足間もない時期から日本民間放送連盟の協力を受けており、全国高校生の主張、泣き笑、を題材としたラジオ番組が定期的に放送されている。特に団体がもともと名古屋市で発足したという経緯から CBC ラジオとのつながりが深い。ありがとうございます。